人類を守る箱舟だ。投げないですよね。受けて投げようとしたのを受けてる。そんな感じっす。そうっすよね。やばすぎる。やばすぎる。伝わんないんですよ。なんで今自分のマイクも、マイク早く起きてって言うの。いや、ここ、オフ、オフな。いや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 。この感じでね。なんか、ざっくり。じゃあ、ざっくり。怖ー。鳴らしやすいやつ、なんか適当に。ローのやつ。ローとか。はいはいはい。いや、全然いいっすね。やっぱ、航空内の使い方が上手っす。確かに確かに確かに。確かに確かに。ここで響きが作れてる。あ、やった。そうそうそうっすよね。すげえ上手。ちょっとやる気出てきました。見習い、見習い。見習いなんでね。見習い。果敢にやってきます。すげえすげえすげえ。そうなんですよ。うまいっすよね。うまいっす。日本人のシャウトの人って、結構航空内使う人が少ない気がする。少ないっすね。出しちゃうんで。わかるわかる。やっぱ今聞いてたら、ミネさん、ここでちゃんと響き作ってるんで。あら。先生。上手。先生、ありがとうございます。いや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 。声優さんが出すと、ちゃんとその航空内とか鼻腔の使い分けができてるんで。いや、そうっす。感じがすごいするっす。わぁ。レッスンしてても思います、それ。めっちゃ耳いいんすよ。うん。ちゃんと聞いてるってことですか。ここでやっぱ響きが鳴ってるっすよね。そうなんだって今思って。ここに来て、ね、勝手にそうなんだ。なんか下水道みたいなやつ、なるべくやりたいけど。おおおお、おおおお、来たな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 。いいっすね、これギャップが。そうですね。この綺麗なお顔立ちから汚れ、このこんな声優さんいる？いや、汚ければ汚いほどいいと思ってね。シャウトは意識してることあるんですか？なるべく下水道になるように。ああ、下水道マインド。下水道マインド。なるべく下水道マインドね。気持ちと表情。いや、そうですよね。でもやっぱ結局全身使いません？使います。うん、全身使いますよね。使うす使うす。ここだけでやるとする人多くないですか？うん。だからそういう人は喉痛める。いや、そうなんですよ。こっちでカバーしてあげないといけないんですよ。ここの負荷を逃がしてあげるっていうか。やっぱもう、やっぱこう、なんか、もう、この動作と。これはだから、リリかなって。そう。この足乗せるやつはカッコつけじゃなくて、ここでこうしたいから。そうそうそう。入れたいから、体を。それは思うんだよな。低い時は特にそうですね。こう。なるほど。グッとした方が。こっちね。いやー。いや、わかる。それも一番わかる。俺よくですけど、首が結構大事で。はいはいはい。ここに当てる意識。おー、なるほどね。これやば。これここなんだ。ここに当てるんだ。カエル締めやめてもらって、めちゃめちゃすごい。上行くとそっちになるんですよ。いや、すごいな。なるほどね。ここの意識なんだな。やばいやばい。削ってますよね、やっぱなんか。削りどう。低い音。鈴の音。これここなんだ。そうだった。ここです。これ吐きと水だったです。こっち水ですか？今のは水。そうです。で、当ててるとこは一緒。さっきは吐き。今は水。水の音量バカなんだ。忘れてた。めちゃくちゃでかかった。そう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 。でかっ。これ水なんですよ、皆さん。信じられます？とんでもねえ。やば。とんでもねえ音量。スイカ。僕も両方練習はするんですけど。僕よりうまいわ。素晴らしい素晴らしい。むずって、よくもそんななるなぁと思いながら。ねえ、なる人やっぱ鳴らし方がやばいですね。あ、これ。そうそうそう。そう。これが好きなんだよな。これやっとし。あ、あ、ほん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 。バットこれ好き。そう、おたけびっすよ。それ方向がやばい。そう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 。ご
ジラじゃないですからね、皆さん。これ。いや。上映してないですから、ね。やばい。やばい。これマジで。生の音量やばい、ね。いや、やばいっすよね。おかしい。やばいっすよね。おかしい音量出てる。そうなんですよ。水っていう前提を忘れない方がいいというか、水でこれみたいな。水ですもんね。いや、そうですよ。思った5倍でかいっすよ。いや、思った5倍でかい。そう、でかいって言ったんですよ。散々。そう、でかいですよって。そう、前情報は。そうそうそう。はい、でかいんですよ、本当にって、僕みんなに言ってるんですけど。でかい人ってこういう気持ちなんだ。でかいでかいって聞いてたけど、重くなる。重くなる。でかい。で、どうよ。あの、銭湯とかでこうあるよ。そうそうそう、銭湯とかで。体がでかい、体がでかいの方も。そう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 。タオルで一切隠さない感じになってますよね。その例えでいいならいいっすよ。父さんがそれでいいならいいっすよ。ブルーンって。そう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 。なんかこれで、水もなんか音色変化とかさせるんですか？そうですね。で、今のが結構、自分の中でミドルなんです。ミドルですよね。吸ってるやつの、ミドルの成分をなんか抜くイメージで、うん、ちょっとさっきの、倍音が鳴ってるハイだけ残すと、そのハイ、ハイ成分だけ。あ、なるほど、なるほど。あ、あ、あ。ホラーゲームや。やばホラーゲームの。すごい。コウモリみたいな。でもこれは俺水じゃないとこの帯域は出ないんで。いや、お二人みたいに俺吐きホイッスルはできないんで。吐きするね。吐きするできないんですよ。吐きするか、それこそ水のホイッスルも。ああ。なんか、やりますよね。盛んにやるんですけど。やりますよね。なんだろう。すごい。おすごい。っていうのは。めっちゃすごい。ちゃんとなってるわ。声量も出すごい。出てる。すごい。え、音でかっ。これは練習しました。すごっ。すごい、めっちゃすごいわ。それ使える。使えますね。おお、すごい。今日一でかい。確かに確かに確かに。これは一番でかいかもしれない。すげえ。なんかそのホイッスルやんなきゃみたいなタイミングがあるんですけど、ライブの中でどっちでいくみたいな。こういくか、こういくか、こういくか。でもなんか出してえってなった時やだなっていう時あるんで、たまに吸ってる時もある。なるほどな。でもなんか吐きと遜色ないぐらいでかいですね。本当ですか。なんか全然、今のはすげえなって。すごいっすな。今のは飛び道具として使える。ねえ、やった、やった、嬉しい。それは多分使わないかもしれない。今のはじゃあホイッスルっていうか灰みたいな。なんか自分ではプテラノートって呼んでる。いやいや、わかります。ほんとそうっす。こういう動物の音ですもんね。恐竜ですね。恐竜、飛んでる系の。フライングダイナソー。かっこいい。父さんのフライングダイナソー。でかい人ってこういう気持ちになっちゃう。僕好きなのトマピックっすね。いやあ、あ、自分でできるんですよ。スネアのやつじゃない。そう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 。こっち吐きですね。今日水ちょっとかすれてた。いやいや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 。うわ、なんかいっぱいなってるわ。いいよ。ね。でもなんか抜け感。今の。これ吐き、今の吐きですよね。そう、父さんの音ってなんかね、3つぐらいいるんだよな。僕のって2つぐらいじゃないですか。ちょっと多いんすよ。いや、なんか多いっすよね。要素が多い。仕事が多い。わかりやすい要素。ワイワイ動物園。そうそうそう。多い。多いんだよ。うわっ。やばー。やばいな、これは。ピッとかあるんですか？ピック、飛び道具系ね。フィック、フィックとかある。水できんのかな。水ね。水だとどうだっけ。吐きだと鳴ってる。こんなね、生産いないですから。オファーしてください。もうちょっとあると多分。そうですね、もっと重いっすよね。もっと重くなる。飛び道具、飛び道具ね。飛び道具、さっきやったトンネルもあるし、あとなんだろうな。僕は掃除機って言うんですけど、結構ハイ多めですか。ハイが多いかもしれない。ミドルハイが。あ、違うな。あ、難しい、難しい。近い近い。あ、でも、あ、ちょっと分かった。
ばい。ケーすね。そうそうそう。バレたの、もう、もうバレた。もうバレた。もうバレたもん。もうバレた。これケーとかかな。最近ちょっとやってる。はいはい。ジビカっていうシャウトジビあの、ネブライザーってあるじゃないですか。あ、ネブライザーね。はい。の、外した時の音みたいな。このビリビリしてるとこだけ出す。それね。なるほど。やばい。どうやったそれ。肩それ。どうやった。結構ビク多めっすね。あ、そうですよね。これは吸ってんすか入ってんすか。入ってます。入ってんの。これは入ってんの。そうなんですよ。なんかどっちかわかんないとき。わかんないときあります。めっちゃもう遜色なさすぎて。今となってはわかるけど、最初初見だったらわかんないでしょ。いや、わかんないっす。音がいっぱいある。はい、いい感じ。はいはい。それの粒を細かくすると多分似た感じが。できないな。最近なんかそのガイタリがよくやってる、はい、なんかこういう、はい、キュリアメス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 みたいな、なんかゴブリンとか言ったりする。ゴブリン、ゴブリンっぽい声。キュリスメ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 ス。そのゴブリン役の声優いけますよ。いや、いけるいける。そんなに、そんなにリアリティある人あんまいないと思いますよ。やったじゃないスターダストさんお願いします。お願いします。お願いします。おもろ。それカエルじゃないとできないな。いや、ほんまに。水中の人。下水道系。これ下水道っすね。下、なんか、溺れてるもん。下水道水分多め。やば。これ下水道多め。下水道やば。そう、こんな感じなんですよ。いや、やばいですね、マジで。なんすか、そのタモさんやばすぎるな。引き出しの多さがやばいっすね。やばいっすよね。マホンさんも多いっすけど。いやいやいや、なんかそう、種類の違う、種類の違う引き出しが。そう、僕これそれこそ四天王の動画で、はい、あのトモさんを選出させていただいてるんですけど、うん、その中の一個の特徴として、まあ僕とかも結構そうなんですけど、はい、引き出しがあるじゃあるんですよ、ね。はいはい。あるんですよ。こう、複数あるんですけど、トモさんは引き出しっていうよりレイヤーなんですよね。ああ、もう、剥がせるんですよ、全部。そう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 、そう。全部一個に連なってるけど、いい表現。マジそうっす。今日はこれ、じゃあミュートしとこうみたいな。めっちゃいい表現。本当にその通りで。見えないようにするみたいな。そうそうそう。いや、本当にそう。もう、こんなんで積み重なってるから、なんか、ちょっと変えたら変わるし、変わるし、変わるし、みたいな、そういうレイヤーの感じ、そういう引き出しに感じるんですよ。めっちゃわかります。引き出しの、ね。めちゃくちゃ、もう俺、変なのばっかなんですよ、その。いやでもそれがいい、オリジナリティ、それがいいし、俺的にはマホンさんはドンキなんですよ。はいはいはい、なるほど。もうなんか欲しいものが大体、ああでもそうかもしれない、それは自負してます。確かに俺カルディなんですよ。ちょっと凝った、誰が買ってんの。でもおすすめされた、あこれめちゃくちゃいいじゃんこれ実はみたいな。そうそう、店員も自信あるみたいな。いやそうです、これおすすめですみたいな。いや最高、謎に高いジャムみたいな。そうそう、言葉わかんない。元の国どれ、どこのジャム、そうそう、そういうやつ。何の果物使ってんだよみたいな。やばすぎる。それはでもわかりますね。わかります。僕まだ地方のスーパーなんで。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。すでに品揃えが豊富ですけど。ギリ揃ってる。揃ってる。十分ありますけれども。でも本業はその声優としてその声をたくさん作るっていうところのうちの一つで今これだけできてるわけなんで。いやそうですよ。もう俺は本業だから。いやね、こんだけやってるけど、うん、逆にその声優さんみたいな声は出ないし、あーそうですよね、声優さんとしての人格の声は多分今のシャウトぐらいとかもっとそれ以上多分あるから、いや間違いないっすね。もうただ本当にその品揃えが多分違うだけで、あそうですよね、持ってる数は多分みんなそれなりには20、30あるんじゃない、スーパーじゃないんだね、薬局とかそういう、あーね、違うストアなんですよ。ここからファイン、ここからファイン、素晴らしい。今から、今から頑張るぞ。そういうことね。そこにもかかってるんですよ。はい、逆に普段は声優さんとしての時はどういう声を出すことが多いんですか。普段はですか。普段はなんか犬っぽいやつか、おなんかツンケンしてるか。なるほどなるほど。ちょっと節欲しいですね。欲しいですよね。なんだろう。マガツマガツマガツ。マガツっぽいのだとキャラクターの、キャラクター名とかなんか。キャラクター正宗とかだと。そう、正宗。正宗って言うんですけど。やられてますよね。正宗はなんかね。はい、うんうんうん。アークは人類を守る箱舟だ。俺はその正義の執行者、執行官としてとか
めっちゃかっこいい。今急にあのスマホゲの広告入ってから。いや、なるほど。スキップしようとかそういうのを使い分けて。すごい。すごい。ちょっといいっすね。やっぱもう声の使い方が。いや、ガラッと変わる。ガラッと雰囲気もね。多分普段の延長線にあんまなくて僕は。なるほど。どっちかっていうと普段の延長線にある人もいるんですけど。そうですよね。タイプが違う。そうなんですよ。どっちかっていうといろいろ。分けてる方だと思う。ビビりましたね。いや、やっぱ仕事空気がパッと感じた。あったもん、やばい。でもめちゃくちゃやっぱデスボマシャウトも発声なんで、やっぱり。はいはいはい。だめちゃくちゃ仕事に生きてると思います。ああ、まあね、そうですよね。深みの部分とかで。ああ、そっか、普通の人がするよりは絶対に間違いない。生きてると思う。だからもっと深みを探っていきたいですけど、でも勝手にできるようになるのは高い方ばっかなんで。ホイッスルとか、ね、そう、下行きたいんですけどね。あ、なるほどなるほど。あるっす。俺逆上いけないんですよ。なるほど。さっきみたいになんかフラットにやると、うん、どうしても勝手に下方向行っちゃうんで、うんうん、そうですよね。人によって絶対どっち寄りってのあるっす。ありますよね。僕は上なんだよな。下を増やそうと。そうですね。まあ、上寄りっすよ。僕も上寄り。真ん中上なんですよ、僕。僕この辺で。トモさんがこっちで、皆さんとこの辺なんですよね。うん、もうこれだって何回も見返してるから。そうですよ。最高の資料もらった。いや、本当に、この時の記憶を頼りに。はい。だからね、それで練習しまくります、また。いやでもうちのファン的にも、わ、こんなシャウトできる声優さんいるんだっていうところにも多分繋がってくると思うんで。かっけえし。やばいっすね。というところでですね、今回のが参考になった方も多いと思いますのでね、ぜひよかったという方はグッドボタンと、あとチャンネル登録窓をするような方はぜひよろしくお願いします。あと、イスパニの情報、エミネスさんの情報等々、概要欄に貼っておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイ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 。バイバイ。これ難しいな。